われなくたって分かってる。こっちのミラーにも映ってるんだ。1周目と同じくらいのマーシンでセクター3に突入してるはずだ。何がどうなってる。追いついてくるポイントが早すぎねえか。デスエリア突入前に抜かれるようなことがあれば、かまぼこストレートでスリップストリームを使っても再逆転は不可能になる。やりたくねえけどやるしかねえな。のぞみ、作戦変更だ。走行ラインを変えてそいつを抑え込め。ブロックフォーメーションだ。了解。こっちが動くよりも先に動かれた。追いつくと同時に一瞬のためらいもなくオーバーテイクに動くなんて。くそ、間に入られたか。だけど2台で挟み込んでしまえばこっちの思うツボだ。この体勢は鉄壁だぜ。サンドイッチフォーメーション2個だ。かまぼこストレートまでそいつを抑え込むぞ。オッケー兄貴。あり地獄のようなフォーメーションも意味は絶対飛び込ませねえ。うまいブロッキングです。16番のロータス XCC、 思い切ってタイヤを使ってやらないとルートは開けそうもない。藤原先生は言ってました。どんなに狭く見えていても車3台横に並べるだけの幅があれば抜けるって。藤原先生のような神業は今の僕にはないけれど、ここには 3&ハーフ の十分なスペースがあります。タイヤを何度もいじめたくないので一発で仕留めます。消えた。86号車が消えた。兄貴アウト。なんだと？車が横に瞬間移動した。こんなの見たことない。ありえねえ。じゃあロータスだぞ。ロータスといえば曲がることにかけては他のどんなメーカーにも引けは取らない。それがコリン・チャップマンの時代から脈々と続くロータスの伝統なんだ。トヨタの86なんかに劣る点は一つもねえ。16号車がこれほどタイヤのグリップを確保していたとは思いもよらないことです。非力なマシンゆえに誰よりもタイヤを酷使しているものと考えていましたが、まさに世界は広いと言わざるを得ません。英国の名門 RDRS が生んだスーパーエリート。かけるよりブース86号車はどこにいるか教えてくれ。そのことは考えなくていい。現状に集中しろ。デスエリアにいるんだぞ。なんだよそんな言い方されると余計気になるだろ。それなら言うけど86号車は10号車をパスして15秒先を走ってるんだ。そんなに離されたのか。頭おかしいのかあいつ。この霧の中で何やってんだ。